6連勝を狙う木下マイスター東京、3連勝を目指す TT 埼玉、今年最後の T リーグ、大事な第一マッチダブルスゲームオールになりました。手前が TT 埼玉、向こう側が木下マイスター東京です。田添健太のサーブから始まります。陣のレシーブストップした。今は突きを浮いてしまいました。いや今陣がストップで返した後ですね、平野のやっぱ入りが遅かったんですよね。そうですか。はい、まあ、それはまあ、それはまあ逆に言えば宇田の入りが早かったっていうことになるんですけども、はい、ストップの応酬から田添のドライブ、これ2回とも同じことで平野がやってしまいましたね。はい、ここでもう1回ダブルストップ来たやつ先にこうやって打たれてしまいますもんね、はい、台から出してしまうと、うん、卓球はワンバウンドで台の外に出るボールを出るボールと言います。ツーバウンド以内を出ないボールと言います。宇田のチキータからよく耐えました。宇田のチキータで先手を取ったのは木下マイスター東京のペアでしたが、しのぎました TT 埼玉のペア。これを自分がもう回転量のあるバックドライブで振り切りましたよね。そうですね、こういうプレーが出てくるというのがですね、やっぱり世界で戦っていると必要になってくるわけなので、はい、はい、さすがもう世界ランクを上げてきたジンですね。そうですね、今年の3月には世界ランキングは314位でしたが、現在は44位まで上げてきました TT 埼玉のキャプテン陣拓也。しかしリードしているのは木下マイスター東京、田添健太、宇田幸也、9-7です。レシーブのサインを出しました陣拓也。レシーブは平野、サーブは宇田。踏み込んで田添のドライブ、悔しそうな表情を見せたのは平野です。9-7マッチポイント。もうフリックがないっていうのをこれ読まれちゃってるわけですよね、宇田のサーブに対して。はい、まあ、いわゆる置きに行ってしまったというところが、さあちょっと強気でいってほしいですよ。宇田のサーブ、これはネットに当たってオーバー、10-8です。さあ木下マイスター登場はマッチポイントあと1ポイントです。ゴーゴーケンタ、ゴーゴーユキヤ。昨日今日とこのアリーナ立川立ち日で行われている木下マイスター東京と木下アビエル神奈川のホームマッチ、多くの声援が飛んでいます。平野のサーブ、ストップレシーブ、フリック入れていった。こういうプレーですね。そういうことです、この田添もストップもしくはバックへの実技しか、もう2つの形しか今使ってないんですよね、はい、ですからよっぽど平野のサーブが甘いとかですねなければもうその2つで来るので、特に台上のところ甘くいってしまうと次号泣の宇田が待ってますからね。そうですね、あえて強気に行った方がいいです。はい、10-9です。平野のサーブ、バックドライブ、厳しいボールだ、すごいラリーになった。追いついた TT 埼玉、今もう両ペアともものすごいラリーになりました。ここも宇田が倒れながら打って、そして田添も飛びついて打って、ここね宇田ちょっと体勢悪かったですか、あそこで一本しのぐとかっていうのがね、まあ、もう少しいろいろ経験を積むと出てくるんでしょうけど、18歳ですからね、行ってしまいましたね、若さがあふれます宇田幸也。さあゲームオールの10オールデュースになります。ファイナルゲームはデュースがあります。2本差をつけなければ勝利はありません。迷いました、ダブルストップ迷いました。ずっとちょっと台上への遅れが目立ちますね。田添宇田再びマッチポイント11-10。陣のサーブです。サービスエースです。陣がベンチに向かって吠えました。いいですねこれ、やっぱり切りすぎるとですね、はい、宇田はもう力のあるチキータ持ってますからすごい伸びのあるボール打たれるんですけど、今、はい、ナックルを出したのがうまく効きましたね、はい、卓球は切れている、ものすごく回転がかかっているという意味です。無回転に近いナックルサーブを出した陣拓也。
今度は宇田のサーブ、平野のレシーブ、ネットに当たってオーバー。今平野は少し流しましたかね、レシーブを。そうですね、あの数えが今もう本当にちょっと、まあ、このゲームの中でもそう、昨日もそうですけど、あの辺うまく打ってたのがちょっと珍しく焦ったんですね、はい、早く打ちすぎました。チンと平野が逆転でマッチポイントを握りました。点8から逆転しています。さあここチンですね。はい、平野のサーブ、ストップレシーブが来て飛びついた、カウンターが待っていた。宇田がものすごいカウンタードライブ、大江町のガッツポーズ。いやー素晴らしい。この3球目でチンのドライブも良かったですよね。このドライブ、ここで宇田は今このスローであるように、はい、あの強いボールに対して重心を低くして待ってるんですよね、はい、ですからジンのパワードライブに対して押されないで振り切ることができる。こういうところはもうぜひ参考にしてもらいたいですね。そうですね、デュエルボールです。バックドライブ、宇田の強打が待っていました。さあここちょっと埼玉ペアとして落ち着いて、そうですね、木下マイスター東京、はい、2度マッチポイントを迎えました。陣のサーブ、宇田のチキータ、打ち抜いていった。宇田ゆきらのチキータレシーブが突き上げました。マイスター東京、最終ゲームはなんと14対12、ゲームカウント2対1で木下マイスター東京、田添健太、宇田ゆきらのペアが BT 埼玉、陣拓也、浦見ゆきのペアに勝ちました。第1マッチはダブルスです。木下マイスター東京は田添健太と宇田ゆきらのペア、そして TT 埼玉は明治大学時代に全日本大学選手権で優勝しました、この陣拓也と平野勇気のペアでした。渡辺さん、はい、非常にレベルが高くて大熱戦になりました。いや、すごいダブルスの試合でしたね。もう一時はもうやっぱり埼玉がもうこの、まあ、ベテランというにはあるんですけど、まあ、この2人の、ね、こうラリー力というか、それでもう行くんじゃないかなっていうところまで思わせましたけどね。平野が27歳、陣が26歳、田添が24歳、宇田が18歳。そう比べるとやっぱ埼玉ペアがベテランっていう感じはありますけれども、はい、でも最後やっぱりこう宇田の思い切りの良さというかですね、これがこのポール素晴らしかったです。最後は宇田のチキータでした。ゲームエンドマッチ2、木下マイスター